この動画は交通安全啓発を目的としております。ハイエース事故しました。しばらくお休みです。完全に相手の信号無視です。怪我はありませんが知り合いの整備士に修復歴ついてしまうと言われてるのでショックすぎます。迷惑な車いた。なんか怪しいと思ってたら案の定だった。もう少し時間ずれてたらやられてたかも。なんだろう、違和感なく逆走しようとするのやめてもらっていいすか。モータースポーツのスキルが役に立ったのか、運が良かったのか、日頃の行いが良かったのか、減速しなかったらやられてた。もっと早く右車線にいてほしい。車線変更直後に片側2車線右折は危険。やばい車いたんだけど、中央分離帯に当たりかけたり、車線またいで他の車の妨害したり、超危なかった。間一髪、右前方の右折車が全然見てなかったんだろうな。車移動中、タイムスレンタカーが予想外の動きで寿命が縮みました。信号無視で突っ込んでくる軽バン乗りのオバハン。信号を理解できないような知能でよく免許取れましたね。青になっても進まんし、クラクション鳴らしても進まんし、何回鳴らされれば気が済むねん。止まりたいならハザード出せや。後ろも車いるんだから自分勝手すぎる。
先週の土日に Uber Eats の業務中に捉えた交通事故寸前の映像です。通勤中に目撃したトラックによる危険運転。そこでそういう運転するって驚いた。軽の運転手さんもびっくりしただろうな。当たっていたいのは、そっちだぞ。歩行者信号見てる？踏切で列車通過後一時停止した車に、ホーン鳴らす大バカ者。怖っ、どこのタクシー会社か、見てなかったわー。JR 西宮から客乗せて、神戸方面。わざわざ幅寄せ抜くとか看板背負って、走ってるのにプロ意識クソやわ。今年じゃないけど、冬の怖かった運転。歩行者が来ているにもかかわらず、前方の車が強行突破。お遍路さん、どうかお気をつけて。バスの信号無視。ロックかかって点灯してるけど、点灯してなかったら突っ込んでた可能性ある。これ、バイクが単独事故として扱われるのは、さすがにかわいそうだな。ご覧いただき、ありがとうございます。チャンネル登録。よろしくお願いします。